7月18日、松本人志が自身の X を更新。以下のコメントを投稿した。うちに困難います。ランキングあり、テレビ界で、脱、吉本、が急加速。テレビマンが選んだポスト松本、ベスト30、劇団1人を抑えた1位は。添えられた画像には、ドアの隙間からこちらをうかがう松本のフィギュアが。メディコムトイの人気商品。 B アット・マーク・ルブリック、ベア・ブリック、らしきシルエットですが、このバージョンは、ノベルティーでも出ていません。過去に、水曜日のダウンタウン、TBSK の DVD 特典や、松本の監督映画、シンボルの DVD 化記念商品などでコラボしていますが、サイズも大きいようなので、オリジナルなのでしょうか。本人が自宅でドアの前にこれを置いて撮影している、そう思うと、微笑ましいというよりは、 現在のの忘れられらぶりへの焦りへ焦を感じてしまいまいす芸能記者2023年12月27日発売の『週刊文春』で報じられた松本の女性への性加害報道その後松本は文藝春秋を相手取り損害賠償訴訟で係争中だその後も同志は続報を出し松本は裁判に専念するためとして芸能活動を休業している その松本が久しぶりに動いたのは2024年7月12日のことだった。情報番組、情報ライブミヤネや日本テレビ系、内でのコメンテーターの発言について抗議文を X に掲載。ポーカーフェイスを貫く彼の突然の投稿に面空ファンもいたようだが、その2日後にはポスト、リポスト普通にしようと思ってます、と意思表明とも取れるメッセージを投稿した。 そしてこの投稿から連日のように日常ポストを続けている状態だ。松本さんの何気ないポストの一つ一つに多くの応援コメントがついています。今やテレビで見ることができなくなった松本さんですが、ファンの中では本格復帰してほしいと望む声は根強いです。松本さんとしても X での発信を足がかりに芸能活動復帰を目指しているのではないでしょうか。 どう前、人気はいまだ健在のようで、冒頭の投稿にはコメントが約5000通ついている。しかしながら、お笑い界の王者として君臨した過去と比べ、腕が落ちたと衰えを感じる者も,もいるようで。もう、私が憧れてた頃のまちゃんはいないんやな、SNS とかせんといてほしかった。SNS は権利とか言わんといてほしかった。面白い。 価値のあるものだけを凝縮して我々一般人に見せ続けて欲しかった。良くも悪くも普通のおじいちゃんにならはったんやな、寂しいな、この人、承認欲求全開のガキみたいになっちゃったな。残念、本格的なテレビ出演には時間がかかりそうな松本。小出しにして存在感を出すのならば、もうちょっと違うポストを見てみたいものだが。